はい、どうもルルシュでございます。今日はですね、リエルリンクスの新パックが来ているので引いていきたいと思います。はい、でこちらのパックがですね、当たりが結構あるのかな、ちょっと見ていきましょう。はい、ちょっと UR のカードからちょっと見ていこうかな。天魔神エライエンエンライズビッグコア、巨大戦艦ビッグコア、窓ギガサイバー、これね懐かしいこれ持ってたカード、絶対これさ、自分フィールド上に存在するモンスターの数が相手フィールド上に存在するモンスターより2体以上少ない場合、このカード手札から特殊召喚、おうおうおう、ディメンションケミストリー、アスラドゥミナス、これデュナミスバルキリア、この子表紙になってる子だね。星4で1800めちゃ強いじゃん。これは欲しい、これは欲しい。クロスソウル、これ当たりでしょ。このカードを発動するターン、自分はバトルフェーズを行えない。1、相手フィールド上、相手フィールドのモンスター1体を対象として発動。このターン自分がモンスターをリリースする場合、自分のモンスター1体の代わりに対象の相手のモンスターをリリース。これはめっちゃいいでしょ。まさかの相手のモンスター使ってでいいってことでしょ。これはいいじゃないの。これは欲しいな。クロスソウル、撲滅の使徒、これも確か強かった気がする。フィールド上にセットされた魔法トラップカードを1枚選択して破壊し、ゲームから除外。それがトラップだった場合、お互いのデッキを確認して同じカードを全部破壊するんだね。なるほどね。闇次元の解放、天罰、効果モンスターの効果が発動したとき手札を1枚捨てて発動、その効果を無効にする。おお、ちょっととりあえず10パック引いてみましょうか。はい、ではいきます。来い来い来い。あ、今スルーした、ごめんなさい、今1枚スルーしちゃった。仮面魔導士、このカードが相手ライフに戦闘ダメージを当てたとき、自分のデッキからカードを1枚ドロー。黒黒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 、自分フィールド上に闇属性モンスターが存在する場合、このカードは手札から特殊召喚。ほう、この方法による黒黒黒の特殊召喚は一度に一旦しかできない。グレート天狗、特殊召喚できない、召喚リバースしたターンエンドフェイズ、あーやめられた。これジャクラの復活って、これあれじゃん、なんだっけ、あの目玉がついてるやつ、なんだっけ、目玉がついてるやつ、これは私持ってたぞ。これも持ってた。移り気になしたティア、モンスターに装備された装備カード1枚と別の新しい対象となるモンスター1体を選択して発動できる。選択した装備カードを選択したモンスターに、あ、変えちゃうのね。ウェイ、ウィップテイルガーゴイル、これも持ってた気がすんな。カオスゾーン、ちょっとごめん、文字がね細かすぎた今。芸の妖精、なんか アバターみたい。このカードが相手モンスターに攻撃されたダメージ計算前に、自分ヒド上のモンスター1体を選択して発動する。攻撃対象を選択したモンスターに移し替えてダメージ計算、へえ、なるほど。あ、これ、あ、違うか。ビッグバンパー。ごめんなさい。ビッグバイパー。チェーンヒーリング。暗黒のミミックレベル3。このカードが戦争によって破壊され墓地へ送られた場合、自分はデッキからカードを1枚ドロー。このカードが暗黒ミミックレベル1の効果によって特殊召喚されている場合、代わりにカードを2枚ドロー。なるほど。ロードブリティッシュ、なんか飛行機多いね。裸の王様来ましたね。かっこいい。メフィスト、このカードが守備表示モンスターを攻撃した時、その守備力を攻撃力が超えていれば、その数値だけ相手ライフに戦闘ダメージを、へえ、このカード、ん、またこのカードが相手ライフに戦闘ダメージを与えた時に相手の手札をランダムに1枚する、へえ、これは決まったら結構強いのかな。チャクラゼロ、
ゼラ懐かしい、あの白いドラゴンみたいな。発光の乙女、いい筋肉してるよ。攻撃表示のカードは戦闘では破壊されない。へえ、破壊されないの。このカードは表側表示でフィールド上に存在する限り、このカードと戦闘を行ったモンスターは攻撃できず、表示形式の変更もできない。え？待って、これが、攻撃表示のこのカードは戦闘で、じゃあ、まあ、守備表示にされたら終わりってことか。このカードと戦闘を行ったモンスターは攻撃できず。なんか面白いカード。お！来たよ、カットイン来たよ。いや、飛行機が多いですね。復元の衝動。粘着落とし穴、相手がモンスターの召喚、判定召喚、特殊召喚に成功した時に発動。そのモンスターの元々の攻撃力は半分になってしまう。これはいいんじゃないの？ストレートフラッシュ。チャクラめっちゃ出る。忍び寄る闇。自分の墓地の闇属性モンスター2体をゲームから除外して発動。デッキから闇属性レベル4のモンスター1体手札。へぇ。お、カットきた。やさかな、やさか、やさか？やさかのまだ玉、まが玉。ミラクルリボーン。お！ UR 来た。除外されている自分の闇属性モンスター1体を対象としてこのカードを発動。そのモンスターを特殊召喚する。お、このカードがフィールドから離れた時にそのモンスターは破壊され除外される。そのモンスターが破壊された時にこのカードは破壊される。ってこと、除外されている自分の闇属性モンスター1体です。特殊召喚できるのね、闇属性モンスターを。チャクラやっぱこれ持ってたよ私、懐かしい。モスキートマグネ、天心の天心。ごめん、別に私が寒いわけじゃないからね。別に私が寒いこと言ってるわけじゃないから、この人、この人の名前だからね。ちょっと今誤解されたらやだなと思って。天心の天心、この人の名前でございます。はい、このカードの攻撃力は自分フィールド上のレベル2モンスターの数かける400ポイントアップ。へえ、ちょっとやられちゃいそうだけどね、その、ちょっとその前に。まあまあ、10パック引いた結果は、UR1 枚の SR2 枚。かな？だよね。闇次元の解放と、忍び寄る闇、粘着の落とし穴これいいんじゃないかな？あと、どれだろうな。この子ちょっと興味あるな。ちょっとなんか。こんな感じかな。もう10パック引いてみようか。ちょっとね。はい、せっかくなのでもう10パックいきまーす。はい。どんどん行こうか、ちょっとね。フォトベール、草薙の剣。草薙の剣ってなんだっけ、草の尾だっけ。犬妖精。乙姫。パイナップルバム。奈落との契約。闇属性の儀式モンスターの降臨に使用することができる。手札、フィールド、自分フィールド上からレベル合計が儀式召喚するモンスターと同じになるようにモンスターをリリースしなければならない。はい、天心の天心です。私が寒いわけじゃないです。はい。お、勝手に来たぜ。マジックキャプチャー。ツインヘッドキャルベロス。あ、でもまあ1500。自分フィールド上にこのカードが、カード以外の悪魔族モンスターが存在する場合、このカードが戦闘で破壊したリバースモンスターの効果は無効。へぇ。ヤタの鏡。SR。スピリットモンスターにのみ。このさ、私、スピリットモンスターちょっと調べよう。ちょっとね、ちょっと難しくなってきたよ。スピリットモンスターのみに装備可能。装備モンスターはエンドフェーズ時に持ち主の手札に戻る。効果を発動しなくても良い。装備モンスターが、戦闘によって破壊される場合、仮にこのカードを破壊する。なるほど。ちょっと勉強しないとな、これな。このスピリットモンスターってこの人たち？違うかな？イーチの代行者マーキュリー。
何？アタックポイント0。相手のフェーズ時にこのカードが自分のフィールド上に表側表示で存在し、自分の手札が0だった場合、自分の、次の自分のスタンバイフェーズ時に発動、自分のデッキからカードを1枚ドロー。どうなんでしょうね。ああ、痛そう。ああ、てか、ウニ食べたいね、これね。これ見てると、ウニ食べたくなるけど、ちょっと痛いね、これね。リバース、2000ライフポイント発動。払って発動。相手ライフに1000ポイント。うわお。何これかっこいい。ちょっとリザストめっちゃかっこいい。コートンの種。ジャッカルの霊騎士。なんか、なんだろうこれ。このカードが戦闘によって相手モンスターを破壊し、墓地を送った時に、その相手モンスター一体を選択して自分フィールド上に守備表示で召喚。待って、このカードが戦闘によっても相手モンスターを破壊して墓地を送った時に、そのモンスター一体を選択して自分、おお、じゃあ破壊したモンスターこっちに呼べるわけね。モンスター回収ロスト。相手の墓地のカード1枚を選択しゲームから除外。なるほど。メテオストライク。装備モンスターが守備表示モンスターを攻撃した時、その守備力を攻撃力を超えていればその数値だけ。あ、これいいんじゃないか。これは結構こういう場面結構あるもんね。なかなか来ないね。陽動作戦、冬の衝動、奈落との契約。そろそろ終わっちゃうんですけど、ビーストレイジ、メフィスト、忍びガラス。うわぁ、もう文字細かいっすね。終わっちゃったー。結構出ないもんだね、やっぱり。今回 SR1 枚？いやー。はい、ヤタの鏡のみですね。はい、てなわけで今日はデュエリンクスのバルキリーズエイジかなのパックを吹いてったんですけども、ちょっとね、UR1 枚っていう結果でしたね。で、SR は何枚か出たんですけども、まあ、とりあえず私はこの子のね、表紙になっている、デュミナス・バルキリアと、このクロスソールは絶対欲しいので、まあ、タイミングを見てまた弾きたいと思います。ただ、私は無課金なので、そこまでね、パックをガンガン弾けるってわけじゃないので、他のパックでもね、欲しいカード結構あるので、このパックは後回しかな、もしかしたら。で、私、全然まだね、わからないことだらけなので、このパックのこのカードすごい使えるよとか、おすすめありましたら、ぜひコメント欄にて教えていただけたら助かります。ありがとうございます。いつもね、アドバイスいただいていて、とても参考になってるんです。とてもありがたいでございます。はい、じゃあね、本日も最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いいたします。おすすめ動画もぜひご覧ください。では、次の動画でまたお会いしましょう。またね、バイバイ。